はい、皆さんこんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。今回紹介していきますのは、リンネルと大人のおしゃれ手帳の5月号になります。リンネルの付録はこちらです。リサ・ラーソン、マイキーのハウス型収納ボックス、ようやく発売されましたといった感じですよね。そして大人のおしゃれ手帳はこちら、はい、ズッカの折りたためるビッグボストンということで、かなりビッグなボストンバッグついてきておりますので、早速開封していきましょう。それではまずはリンネルの方から開封していきます。はい、開封いたしました。こんなバラバラに入ってるとは思わなかったのでちょっと驚いてますけれども、まずセット内容を見ていきます。こちらが本体、家の部分ですね。リサ・ラーソンのマイキーです。はい、相変わらずの顔してますけどね。はい、でこちらが、屋根ですね。こう開いて屋根になってます。でここ面ファスナーになってまして、はい、結構大きな屋根になってます。でここ板みたいなの入ってるんで、はい、しっかりとした形の屋根になってます。さらにこちらですね、こちらも真っ赤な板みたいな感じになってるんですけども、リサ・ラーソン、はい、入ってますね、ここ。そして、これはおそらく底ですね、この家の底敷きにするものかなと思います。はい、では詳しく見ていきましょう。それではこちら本体を見ていくんですけれども、ご覧ください。いや、もうなんかこう触った、持った瞬間、いや、これ買ってよかったなっていう、なんかこうしっかりとした作りになってるのがとてもおすすめポイントですね。待ってよかったなって感じです。でリサ・ラーソンのここロゴが入っていて、はい、先ほど見ましたけどマイキーです。でここの部分がポケットになってるんですね。外側にこのようにポケットがついているのは便利に使えそうです。でここ面ファスナー、先ほどのこの屋根をつける部分になります。でこのようになっていて、もうこうほんとしっかりとした形になってます。何か入ってます、板入ってます。で裏面は特にポケットはないんですけれども、とにかくもうマイキーです。ひたすらマイキー、赤と白のマイキー。でここメインファスナーですね。これ屋根つける部分、先ほどと同様ですね。ちょっと広げてみますけれども、はい、あ、結構街あります。広い、家が広い、すごいたくさん入りそうです。あ、ここにですねポケットあるんですね。内ポケットが2つついていますということです。で底の部分は、あ、ここももうとにかくマイキー、いや、もうどこ見てもマイキーですね。すごい。これマイキー好きな方は絶対買った方がいいなと思います。で、ここの底の部分に先ほど、はい、これですね。これを引くということかなと思います。こうですかね。はい、ちょっと引いてみましょう。はい、ぴったりとはまってくれます。まあ、これを入れることによって、まあ、よりこう、家の形がしっかりとしてくれますよね。いいですね。真っ赤です。中は赤。で、ここに持ち手があるんで、こうすぐね、取ったりできる。まあ、そんな仕様になっています。いや、これほんとすごい。結構大きいです。はい、そして、この状態で屋根をつけると、どうなるのかというと、はい、あ、こうですね。こんな感じで屋根を乗せまして、はい、面ファスナー、こことここをつなげまして、あ、いや、かわいい、いや、かわいいし、でかいし、なんかすごい、なんかすごいです、これ。わ、ほんともう、家って感じですね、ハウス。はい、芝コッペちゃんの家にしたいくらい、そんなかわいい家になってます。ただちょっとここね、なんていうか、持ち手がないのが、ちょっと残念かなと思いますけど、もうこう持って運ぶという感じですね。もう、はい、もうこう持つくらいの大きさです。簡単にちょっとサイズ測ってみますけれども、幅は2ルマンドあります。マチは 1.2 ルマンドですね。高さは約1プチシリーズとなっております。はい、それでは屋根を開けてみましょうか。開けるときは、はい、簡単にガバッと、こうガバッと開
けることができるんですね。で閉める時もパタッと、ね、パッと離してもね、ここでついてくれるって感じね。こうです。はい、まあ、この辺の収まり具合もいいですね。はい、で開けるとですね、本当もう大容量なので、今日はしっかりと容量を測っていきたいと思います。それでは皆様、お待たせいたしました。ブルボン測定を行います。というわけでですね、ブルボン測定に先立ちまして、今日は新しい仲間の紹介をしたいと思います。あ、いいですよ。ブルボンロアンヌさんです。はい、こちらバニラシード入りのサクッと食べれる美味しいお菓子になっております。はい、今回はロアンヌさん、まず入ってみてください。はい、こんな感じで、いや、いいですね。ではどんどんいきましょう。はい、このようにロアンヌさんを入れた状態で、はい、ブルボンシスターズがちょうど入る、そんなサイズ感となっております。はい、ここまで入れて、なんとぴったりと高さが合うんですね。ブルボン祭りのために設計されているようです。内ポケットの幅は余裕があるフォートです。アルフォートがしっかり入りますよ。はい、さらにもう一つ、外ポケットのサイズはジャストでアルフォート。いや、素晴らしいですね。アルフォートを入れるためにしっかりと作られております。この状態で屋根を閉めますと、はい、なんと11ブルボンの大容量となっております。完全なるブルボンハウスになっております。あ、換気しておきましょう。はい、ご覧ください、こんなにもたくさん入りますよ。というわけで、ここまでリンネル5月号の付録、リサ・ラーソン、マイキーのハウス型収納ボックス、こちら紹介してきました。もうとにかくおすすめです。ぜひチェックしてください。はい、お待たせいたしました。ここからは大人のおしゃれ手帳、5月号の付録紹介していきます。はい、こちらですね。ズッカの軽い撥水、折りたためるビッグボストンです。はい、では開封します。はい、開封いたしました。ビッグボストンバッグということなんですけど、こんな感じでコンパクトに畳まれて入っておりました。ちょっとこの辺ぐしゃっとしてますけれども、はい、まあ、生地自体がこう持った瞬間わかるんですけれども、とてもしっかり、ほんとしっかりしてます。はい、このガシッとした感じがいいですね。丈夫なリップストップ生地が採用されていると、そして撥水加工が表面には施されているということで、まあ、この辺も嬉しいポイントになっております。それでいて、もうとにかく軽いです。約 260g の軽量仕様となっていますので、やっぱ軽いのって嬉しいですよね。で、見てください、この色ですね。春らしいベージュ、ベージュと言っていいですね。ベージュになっております。いいですね。そしてこの正面にズッカのロゴと何やらたくさん書いてありますけれども、このちっちゃい文字がシルバーになっていて、この色の組み合わせもとてもおしゃれに仕上がっていると思います。ではちょっと広げていきましょう。はい、こんな感じで広げますと、あ、結構大きいですね。はい、はい、ちょっとね、こうシワシワっとなっちゃってますけれども、はい、こんな感じで大きなバッグが登場しました。では詳しく見ていきます。それでは外観から順番に見ていきますけれども、はい、ご覧ください、大きいでしょう。で、先ほど見ましたけど、このロゴはこうやって広げるとかなりちっちゃいですよね。はい、小さくてさりげない感じで入ってるのがまたおしゃれなポイントです。で、この外側のファスナー、外ポケット、こっから、は
はい、ここまで大きな外ポケットがついております。ちょっと開けてみましょうか。はい、中はこんな感じ、たっぷりと入る外ポケットが、いや、これまたいいですね。で、さらにファスナー見えてますけど、このサイドにも、はい、こんな感じでポケットついてます。まあ、ここのポケットはファスナーまでついているのはなかなかないですね。はい、ファスナー付きのサイドポケット、はい、ここも結構ね、いろいろ入れたりするのに便利だと思います。そして、はい、両サイドについてるんですね。ここにもファスナーがあって、はい、まあ、このようにサイドポケットがついてますんで、はい、便利です。そして底の面を見ますと、あ、ここにもズッカのシルバーのロゴ、いや、こんなところにも入ってるんですね。これはなぜでしょうか。あ、わかりました。ここ折りたたんで小さく収納ができるということなんですね。はい、ちょっとやってみましょうか。はい、畳みました。結構時間かかっちゃいましたけれども、はい、しっかりと畳みます。そして先ほど見たこの底の部分のロゴがここに来るようになってるんですね。はい、こんな感じでコンパクトに収納することができます。畳んだ状態で幅が 1.1 ゴールマンド、高さが 1.4 ルマンドです。はい、ではまた広げていきます。はい、で、次はですね、このストラップの部分なんですけれども、はい、ご覧ください。このようになってます。はい、で、意外とここ幅が広いので、まあ、肩にかけたりとかは余裕でできそうですね。で、しっかりと、はい、ご覧ください。ここしっかりとここで留められていますので、たくさん入れても安心です。はい、ではメイン収納を開けていきましょう。はい、メイン収納はご覧ください。これ安心のダブルジップ仕様です。では開けます。はい、開けると中はこんな感じ、まあ、とにかく大容量といった言葉がぴったりくるこの容量です。はい、まあ、中には内ポケットはないですね。はい、この収納の中にはポケットはないです。はい、ですけれどもこの収納力です。はい、ということでですね、まあ、これかなり入りそうなので、やはり測定はブルボン測定が適当かと思います。まあ、この容量ですから、我が家のブルボン全て集まっていただきましょう。まずは先ほど紹介いたしましたこちらですね、11ブルボンの収納力を誇るマイキーのハウス型ボックス、これをそのまままず入れてみましょう。はい、すっぽりと入っちゃいます。まず11ブルボン、あ、それでは皆さん、あ、集まってください。あ、ありがとうございます。かなり紫が多いですけれども、あ、それではどうぞ。ズッカのビッグボストンバッグの容量は25ブルボンです。いやいや、間違いなく大容量ですね。それではちょっとこれ肩掛けとかやってみましょうか。はい、ということで持った感じどうでしょうか。はい、結構大きいですよね。そしてこの色、はい、ちょっとシワが今気になりますけれども、春らしいベージュ、
はい、爽やかな色かなと思います。まあ、こんな感じで持ち歩いて、はい、どうでしょうかね。とてもおしゃれなバッグになってると思います。で、こう持つのもいいんですけれども、肩にかけると、はい、こんな感じになります。はい、もうかなり入ってますけど、はい、肩にかけて、まあ、この辺もそんなに痛くないですね。しっかり肩通りますので、で、まあ、ここにファスナー付きの収納がここについてますので、スマホとかだったらここに入れておくのもいいかもしれませんね。このような使い方する場合はすぐ取り出したりできますので、はい、このように使うといいかと思います。はい、ほんと結構大きいのでおすすめですね。さらに、まあ、ここ結構広いので、もしかしたら、はい、担げますかね。担げます、はい、こんな感じで担ぐこともできますし、まあ、担いだら走ったりもできますね。いや、すごい。 いや、とても走りやすいバッグになってます。はい、どうでしょうか。こんな感じで、はい、ぜひまた皆さんチェックしてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。先ほどからちょっとだけ気になってたんですけども、この裏側底の部分に、ここコンパクトに収納するためのファスナーがついてるんですけれども、この部分にこうむき出しに出てるということで、まあ、若干こうこの状態でこう机に置いたりすると、ここら辺が傷ついたりとか、まあ、そういう可能性もあるので、はい、まあ、ちょっと気になるところではありますね。それでは最後に来月号の予告をして終わりたいと思います。それではまずはリンネルの来月号の付録はこちらになります。通常号、増刊号同時発売ということで、まずは、はい、通常号はこちらです。ネストローブ、ショルダーにもなるレザー調スリーウェイリュックということです。この白の爽やかなこちらのショルダーバッグ、そして、このショルダーの部分ですね、このストラップの部分を伸ばせばリュックにも斜め掛けにもなるという、まあ、そういったスリーウェイとなっています。はい、わかりますでしょうか。こんな感じで、まあ、前面にポケットとかもついてますね。で、レザー調ということで、まあ、質感もかなり期待できるのではないでしょうか。はい、来月号の通常号の付録はこちらになっております。そして増刊号の付録はこちらになります。セブンイレブン限定発売ということで、はい、マイキーと仲間たちのマグネット6点セット、こちらは先月号の増刊号が、はい、いよいよ発売するということになりますね。はい、まあ、先月中止になったのは新型コロナウイルスの影響で付録の生産出荷に遅れが生じて発売を中止していたということのようです。はい、今回満を持してと言いますが、はい、いよいよ発売されるということですね。これ気になってた方、はい、多いと思います。私もこれ欲しいなと思ってたので、来月号の増刊号の付録となっています。6点セットです。はい、まあ、こちらのマグネットボードにこのマグネットライオンマグネットですね、でペンもついて、そしてこういうボックスもついていると、マイキーで、こちらにもはい、マグネットが 1,2,3 つついてるんですね。はい、ハリネズミさんとライオンさんとマイキーです。いや、これかなり楽しみです。はい、来月のリンネルの発売は4月28日となっておりますので、楽しみに待ちましょう。続いて大人のおしゃれ手帳の来月号の付録はこちらになります。はい、通常号増刊号同時発売ということで、まずは、はい、こちら通常号の付録はロベルタ・ディ・カメリーノポケットいっぱい多機能ショルダーです。ご覧ください、これ、いや、これすごい良さそうですね。はい、斜め掛け爽やかにとあります。で、重量が 140g でかなり軽いバッグになっているみたいです。はい、そして見てください、ここロベルタのアイコン R の金具がポイントということで、はい、しっかりとルマンドマークが入っております。で、その他いろいろポケットたくさん入ってということで、収納力もこれも期待できそうです。
このデザインもいいですね。はい、これが通常号の付録となっております。そして増刊号の付録はこちら、セブンイレブン限定発売でロベルタ・ディ・カメリーノシャンパンゴールドの豪華本革サコッシュ。いや、本革なんですか、これは楽しみ。はい、ご覧ください、ここ本革になってるんですね。はい、で、まあサイズ的には、まあこれくらいなんですかね。はい、でスマホとかパスポートがスマートに収納可能となってます。でスナップボタンで留める、まあそういったタイプになっています。はい、でこのゴールドのルマンドマーク、まあ、こちらもいいですよね。はい、でベルト、この柄もおしゃれな感じです。はい、こちら増刊号の付録となっております。大人のおしゃれ手帳の来月号は5月7日発売となっております。楽しみに待ちたいと思います。というわけで今回はリンネルと大人のおしゃれ手帳2冊紹介してきました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そしてインスタグラムもやっております。概要欄の方から見に来てください。フォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。